壊す赤き5人の戦士ニコ生戦隊レッドバーン。イエーイ。はいはいはい。そして私がギターの杉原、レッドマン杉原です。ボーカルのレッドマン石川です。ギターのレッドマンリートです。ベースのレッドマン吉岡です。ドラムのレッドマン奥間です。はい、以上の5人の選手でお送りします。さっき2回杉原って言いましたよね。2回言いました。ちょっとね、いい舞い上がってます。いやいや本当に、はい、楽しみにしましょう皆さん。はいはいはい、はい、まあここでね、はい、まあ初めて見た人とかは、はい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 、レッドマンってなんだよみたいな、はいはいはい、まあ、よくわかんない人もいると思うんで。いますね。ちょっと説明させてください。はい、はい、我々レッドマンっていうのは5人組ロックバンドです。そうなんです。はい、遊戯王ゼアルセカンドのエンディングテーマ、チャレンジザゲームという曲で、はい、デビューしました。そうでございます。はい、特撮も、アニメもみんな大好きで、うん、まあ、その流れでね、こんな番組もやってるみたいな。はい、緊張してますね。当たり前じゃないですか。プル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 してますけど大丈夫ですか。大丈夫です。なんかチワワかなんかだと思って。はい、見てください。流そう。いけ。はい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 。こんな感じでね、だらだらと進めていくんで、まあ、初めての、まあ、ニコ生なんで、うん、はいはいはい、かなり放送事故っぽいことが、はい、起こると思いますけれども、はい、皆さんの優しい目でね、はい、見ていただけると嬉しいななんて思っているので、はいはい、頑張っていきましょうね。頑張っていきましょう。ギリギリで、ギリギリで、ギリギリで頑張っていこう。ギリギリでいきたいと思いますけれども、うん、はい、で、はい、まあ、皆さんもね、すでに気づいていると思いますが、はい、地球は今世界征服を企む悪の組織グリーン団によって侵略されつつあります。そこで悪の組織グリーン団から地球を守るためにこの番組を通して情報を配信していくので、まあ、皆さんぜひチェックしてください。やったー。はい、皆さんいいですか。俺すげえ応援されて頑張ってって頑張ってって言われちゃってるよ。頑張るよ、うん、いや、 やっぱね、うん、グリーン団が、うん、やいのやいの言ってくるから、俺らがやいのやいの言って対峙しないといけないわけですよね。そうですよ、本当にグリーン団に負けてらんないからね。そうですね。まずはね、我々の敵 の、うん、はい、のグリーン団のボス、お、はい、グリーンマンの写真を入手したので。なるほど。皆さんぜひ見てください。はいはいはい、はい、こんなやつです。出るんですかこちら。はい、出ます。出ますか。出ますか。グリーン、あ、出ましたね。あ、出ましたね。こいつですね。こいつですね。で、なんかね、結構筋肉隆々なんでね。これ結構な上腕二頭筋してますよね、これ。コメントが、うん、いいね。いいね。これはだいぶ手強そうですよね、これ。外人さんって。外人さんではないですけれども。ね、うん、まあ、宇宙生命体ですよね、これ。宇宙生命体ですね。なんかうざそう。当たってる。若干、若干カッパに似てますよね。カッパっぽいね。うん。村長って出てる。あ、荒川アンダーザブリッジの村長ね。はい、こんな感じですよね。エコとかね。あ、ヨッシーとかね。やばい。ちょっと頑張って倒さないとね。そうですね。まあ、このグリーンマンはどこにいるのか、いつ現れるかも分かりません、はいはいはい、もしかしたら今見てる皆さんの後ろに現れるかもしれないんで、はいはい、気をつけてください。なんかもうね、はい、この会場に潜入してるっていう噂もさっき聞いたんで、はい、ちょっと、ね、うん、気をつけながらね、そうですね、生放送していこうかなって思ってますけど。そうですね。まあ、うん、とりあえずみんなに、みんなのね、こうコメントとかそういうものに、はいはい、こう協力があることによって、はい、こう地球を守っていけるんで。そうですね、皆さん協力してください。はい、笑ったんで。まあ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 、いいじゃないですか。いいじゃないですか。はいはい、まあそんなわけでね、レッドマンを知ってもらうためにも、はい、この辺で、テレビ東京系アニメ遊戯王ゼアルセカンドエンディングテーマにもなった、はい、ファーストシングル、チャレンジザゲームの PV を見てください。イエーイ。ではどうぞどうぞ。いくかな、かな、ちゃんと流れるかな、流れるかな。イエスキリストって。流れたかな、流れたかな、流れたかな。これ、もしもし、もしもし、たくや、うん、おや、私、おや、流れてないですね。すね、いやー、これ流れてないですね。よしよし、歌っちゃうじゃん。お前が歌うのかよ。俺が完全にさっきからデスクトップの画像が、チラ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 見られてますけど。後ろ情景。あ、やばいですね。あ、これキリスト様ですね。キリスト様。
ね、やばいね。穏やかな顔しとるわ。後ろの3人全然喋んないですけど。なんか、うん、どうですか、ニコ生初めてやってみて。いいっすね。いいっすね。まあこんな感じでやってきますんで。ゆるーく。やってきます。はい、いきます。はい、いきます。はい、チャレンジャーゲームでーす。ワイプみたいになってるけど。もしもし。もしもし、タクヤ。ん？私、ユカだよ。おお、ユカ。久しぶり。タクヤの番号誰も分かんなくてさ、見つけるの大変だったんだよ。ああ、わりわり。久しぶり。どう？バンドの方は。まあまあかな。お前こそ何なんだよ、いきなり。なに？私、結婚するの。そっか。すげえな。おめでとう。ありがとう。タクヤには直接言っておきたくてさ。そういえば、この間結婚式用の写真整理してたら、タクヤの面白い写真見つけちゃったの。今度送るね。え？どんな写真？レッドマンの真似してるやつだよ。レッドマン？なんだっけそれ。ほら、昔やってたテレビ番組の。ごめん、彼帰ってきたからまた電話するね。うん、じゃあな。うん。今過去未来も僕らが願っている夢のかけら掴み取るまでチャレンジャーゲーム Let it go。 打ち壊せないくらいの問題が僕らを君が胸に抱きつつける心を知り抜いてそれが力になる。お前具体的に分かんないくせによく寝ているよ。もっと頭使った言い方ねえのかよ。ピンとこねえもんにはピンとこねえしか言い方ねえだろ。言い方がムカつくんだよ。やめろ。全て壊すんだ恐れの運命さや熱い夢を燃やし続け続き抜けろ。今過去未来も僕らが願っている夢のかけら手を伸ばし行こう。限界超えて掴み取るまでチャレンジャーゲーム。この夢が覚めることはない。僕らはまた決して君が譲れないその心守り抜いてそれが力になる。そういえば拓哉の面白い写真見つけちゃったの。どんな写真？どんな写真？レッドが真似してるやつだ。
全て壊すんだ恐れは運命さや熱い夢を燃やし続け突き抜けろ今過去未来も僕らが願っている夢のかけら手を伸ばし行こう限界超えて掴み取るまでチャレンジャー again はい、チャレンジ・ザ・ゲームでした。あー、イエーイ。皆さんどうでしたか、チャレンジ・ザ・ゲーム。いや、だいぶですね、あの、サビの全て壊すんだの弾幕がね、うん、素晴らしくテンション上がりましたよ、本当に。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。いや、ね、コメント見ててね、うん、本当にね、笑った。笑いましたね、笑いましたよ。もう、最高のブックスでしたって。あのまあ俺たちの ね曲、あのサビの全て壊すんだっていうところが、あの遊戯王ファンの皆様にですね、愛されまして、まああのエンディングの絵とかもね、全て壊すんだっていうところで、あの制作会社の人が窓を割ったりする絵を挟んだり、いろいろこう遊んでくれてね、あのレッドマンイコール全て壊すんだみたいなキャッチフレーズが生まれて、みんなに愛されているということで、本当にありがたいですね。本当にありがたい、ありがたい。なんかさ、一緒にさ、わらじかつくいに行ったじゃん。はいはい、はい、あの時もさ、はい、あのギラグの真似してこう全て壊すんだの画像作ろうとか言ってたよね。言ってましたね。そうそうそう、言ってましたね。そう、なんで後ろの3人は喋れんねんだよ。大丈夫や、大丈夫だね。何が大丈夫なの、本当に。壊してけ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 、無言のショーとかですね。うん、ちなみになんですけど、はい、今放送やってる人で遊戯王ファンって人います？どんぐらいいるんですかね、遊戯王さん。はーいって、コメントください。はーいはーいって、はーい。遊戯王ファンの人いますか。お、いるいる。はーい。違和感がね、ちょっと。のってなんだよ、のって。のってだから手上げてる。はい。の、そう、のしっていう。何も知らへんのか、お前は。いや、教えてみんな。分からへんし。あの、ね、お父さんね、ニコ生って何って言ってたもんね、さっきまで。あれ、最年長者だからね。おお、うん、ちょっとよく分かんないね、おじいちゃんだからね。ちょっと